熊谷は、バラカ桜族の桜。江戸悲願軍の恋岩系の栽培品種で、豆桜と江戸悲願が交雑した主観雑種である。平安時代末期の武将、熊谷直ザの一の谷の戦いでの平山基重との先陣争いの逸話のように、恋岩に先駆けて先陣を切って咲き始める種であるためにこの名前が付けられた。なお、熊谷の名は、剣毒園熊谷。 熊谷桜などにも使われている。東京の夏季で言うと、熊谷は3月下旬であり、3月中旬の熊谷桜の後、4月中旬の剣六園熊谷の前となる。昇林で80咲きの熊谷樹形は、杯上、樹高は大きくなりにくい3メートル未満の低木。花は、昇林で80咲きで淡紅に色。東京での夏季は3月下旬。樹木としては、 濃いンに似ており、細い枝をたくさん張り巡らせる。葉は花に比べるとやや遅れて広がり始める。なお熊イには、それぞれに遺伝情報が違う複数のクローンがあり、同じ栽培品種であってもそのクローンごとに特徴に相違がある。これは、継ぎ木や挿し木の他にも他の個体と交雑した種子でも増殖され、その後に各個体の形態が似ていたことから、 別々の栽培品種として区別されず一つの栽培品種として認識されたことによるものと考えられている。気象条件により先揃った埼玉県熊谷市、別府沼公園の熊谷と県独園熊谷一例を挙げると、埼玉県熊谷市の別府沼公園には、熊谷と名のつく品種の桜が植栽されている、熊谷の森があり、県独園熊谷と共に植栽されている。 同じく、熊谷スポーツ文化公園の四季の丘にも、剣独園熊谷と共に植栽されている。ありがとうございます。